ム満点に仕上げました。体の芯まで温まる汁物レシピ、さつまいも入り豚汁をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずさつまいもはよく洗って、皮付きのまま1センチの厚さの半月切りにします。人参は食べやすい大きさの乱切りに、ごぼうは皮をこそげて乱切りにします。長ネギは1センチ幅の筒切りにしましょう。豚バラ肉は3センチ幅に切ります。こんにゃくは手で食べやすい大きさにちぎり、熱湯を回しかけて臭みを抜きます。鍋にサラダ油を熱し、豚バラ肉を入れて炒めます。色が変わったら、さつまいも、人参、ごぼう、長ネギ、こんにゃくを順に加えて炒めます。水を注ぎ入れましょう。煮立ったらアクを除き、材料 A を加えて調味します。器に盛り、七味唐辛子を振れば出来上がりです。さつまいもの甘みと豚肉の旨味が際立つ一品です。ぜひお試しください。